皆さんこんにちは、ギタリストの吉住です。今日はですね、ギターの左手のことについてちょっとお話をしたいと思います。ギターの左手と言いますとね、初心者の方はこうね、こう音階を弾いてメロディーを弾いてというところから始まって、次第にだんだんこうコード1をねこう押さえていくようになるわけですよね。そうするとね、かなりここでですね、こうそのまま成長できる人と停滞してしまう人ってことで結構ね二極化してしまうんですよね。はい。でこれそこがねギターの難しさってことに多分なるんだと思うんですけども、ちょっとね私ももうギター教室やって15年ぐらいになりますので、そのなぜ停滞してしまうのかということをやっぱずっと考えて、出した結論というのがありますね。なぜその人はなかなかギターが上手くならないのかという、結論なんですけども、猫背です。はい。ということですね、あまり皆さんね、ご自身劣等感を持たないでいただいて、ギターなかなか上手くならないという方ね、はい、猫背を矯正していけばね、直していけばだんだんギターというのはもう本当に上手くなるもんだと思っていただければいいかなと思います。はい。でそうするとね、皆さん割と私やっぱ猫背だからちょっとやっぱギター上手くならないんじゃないかっていうふうにね思われるかもしれませんけども、逆にねギターを弾きながら、そのいいギターの弾き方をしていただければ、おのずからやっぱその、好きなギターを弾くことによってね、そういった姿勢改善ということがあまり苦にならなくできるようになってくるかと思いますんで、今日はですね、そういうふうな形でギターを弾くとですね、猫背が治るって言っちゃうとちょっとお医者さんに怒られるのかもしれませんけど、少なくとも、ギターを弾くことで猫背にならないというですね、ちょっとノウハウのお話をしたいと思います。はい。で、この猫背にならないっていうのは本当にギターね上手くなるための本当に根幹のお話でもあるわけなんですけども、左手のねこうテクニックを考えた時に、私ね、左手のこのね弦を押さえる力っていうのがありますよね。はい。この弦を押さえる力って普通皆さん握力って発想しちゃうんですけど、私ね実はね3つぐらいその弦を押さえる力があるんじゃないかということで、分類をして、生徒さんにもお話をしています。それ1つね1つずつ解説したいと思いますけど、まず1つ目は、握力ですね。こう手がありまして、握って開いて、これ普通に考えた握力ですよね。はい。で、例えばコードを押さえるときにですね、今たまたま出ましたね。例えば別の F コードなんか押さえましょうか。ね、こう上手くなってないわけです。で、これ初心者の方がこういうふうにね、F コードを押さえます、上手くなりませんって言ったときに、大抵考えてしまうのは、抑える力が少ないから小さいから、F コードが抑えられないということで、どうなるかというと、大体こんな感じでこうね、もう全身力んでこう抑えに行こうとされちゃうわけですね。はい。で、今言ったみたいにですね、握力を使うだけで止まればいいんですけど、下手すると全身が固まってしまうっていう状況の方もいらっしゃいますね。はい。ですので握力これね絶対必要なんですよ。大事なんですけども、本当に一番ひどいケースだとそういう全身が力むってところまで行ってしまいます。こうなるとなおさらね、猫背が加速してしまいますので、ちょっと握力って、必要なんですけども、本当に少しだけっていうふうな形にしていただくのがまず第一だと思ってください。本当に、そこでまずその考え方を変えていただきたいと思います。はい。でですね、2番目の、力、に行く前にですね、ちょっとその、その手とですね、楽器の関係、もしくは体と楽器の関係っていうのをちょっと一回整理したいと思うんですけども、皆さん左手でこう弦を押さえるときっていうのはどこで押さえますかね。前ね、別のビデオでもお話してますけど、こう指をこう上から置いてったときにこう触る場所ありますね。ここ、指頭って言ったりもしますけども、本当に指の先で弦を押さえていきます。はい。これはどんな初心者であれ、どんな達人、名人であれ、一緒ですね。はい。
でその握力を使うっていうことはどういうことかというと、この、まあ、ギターね、弦と指、体の接点に近いところね、ここが接点なわけですから、接点に近いところが動いて力むということなんですね。で、まあ、ひどい場合は全身がそれに及ぶということになるわけなんですけども、その第一の力、握力というのは、楽器とね、体の接点に近いところを動かしていく、力ませていくというふうにちょっと次のね、第二の力に行く前にちょっと一回、まずその楽器と体の関係性をね、整理したいと思います。でその上でですね、第二の力の紹介をしたいと思います。第二の力はですね、この辺と言いますかね、はい、まあ、重力ですね。はい、まあ、これはね、一ギタリストの重力なんて物理の言葉をね、軽々しく本当は言っちゃいけないんだと思うんですけども、まあ、私が重力と思うね、ところをこれから説明したいと思います。まあ、先ほどからね、紹介してます F コードを押さえるとしましょうかね。で、これ今皆さん見てください。 F コードのフォームは取ってますけど、これ私今ね、力入れてない状態です。まあ、その先ほど言った握力は入れてない状態ですね。さあ、この状態でギター取り外してみましょうか。何が残るでしょうかね。はい、ね、まあ、左腕がこんな状態になってます。はい、これどうですか、普通な状況でしょうかね。はい、これギターを取り外してますとね、吉住何やってんだこれ左手でってことになると思うんですよ。これリラックスすれば当然ね、普通はこう腕が降りていくわけですよ、ね、膝の上に置くでもいいし、タラーンというね、床に向かって手をね、腕を垂らしていくっていうのが多分本当は自然なことだと思うんですけども、ギターを弾くがゆえにね、腕をここまで持ち上げてるんですね。皆さん無意識だと思うんですけどもね。でこの無意識に腕をここにね、持ってきてるっていうことに気がついてもらって、この腕をね、持ち上げてるんだというこの力を、抜くことによって、抜くことによってですよ、だんだんこう腕が下がりますよね。この腕の重さをこの指先にかけていくというのがね、私が言うところの重力、2つ目の力ということになりますね。はい、でこれまあ、ちょっとやってみたいと思うんですけども、まずはそのね、指先を力を入れずに F コードのフォームにまず作ってギターに合わせていきますね。もちろんこれもう腕持ち上げてますね。ここに左手がある以上、私はもうね、無意識に近いですけども、左腕を持ち上げてるわけです。でこの持ち上げてる意識がね、分かれば、今度は逆に、いやもうね、腕って重たいから少しでもなくしたい、少しずつ力抜こうと思うわけです。そうするとね、指先に少しその腕の重さを感じるようになりますね。はい、でこのままこう腕の重さをかけていった時に、突っ張るものがないとこのまま落っこっていっちゃいますね、腕が。はい、ですので、指先に向かってこの腕の重さを伝えていく時にですね、一つちょっとコツがあるんですね。はい、でこのコツなんですけども、ちょっとこの辺に漢字で出したいと思うんですけども、中国拳法だとかですね、太極拳なんかでですね、褒章、褒章という、言葉がありましてですね、これを使うことによって、この腕の重さの力を指先にかけていくことができるということに、一応なるという説明をしたいわけなんですけども、その褒章ね、私も知りませんでした。いろんなこうね、医学の解剖の本ですとか、スポーツ学の本ですとかいろいろ読みましたけども、今回このね、お話ししてます、中国拳法の褒章という言葉なんですけども、これね、簡単に言ってしまいますと、レンコンとかハスありますよね。硬いけど中身がこうスーッとこう穴があって抜けてますよね。なんかね、体があんな形になるようなイメージなんだそうですね。はい、ちょっとその体が突然ハスとかレンコンになると意味わからないかもしれませんけど、一つちょっと具体例を出したいと思いますね。褒章の具体例ですね。ちょっとこう手を出してみましょうかね。これね、全員ができるっていうふうにはちょっと言えないんですけども、こういう状況がだんだん作れるように皆さんなると思ってください。ね、それを信じてください。それでやるしかないんですけども、
手のひら出しました。でこれね、まあ、手開いてますよね。でこの状態で、力を入れません、ね、手のひらリラックスしてます、ね、ただ、まあ、大体伸びててこんな状態を維持するぞっていうことだけ意識してます。それだけです。で、右手でですね結構思いっきりバーンと叩いてみましょう。ちょっと痛いんですけどね、どうでしょう、手の形全然ないですよね。私全然力んでないです。はい、これが私が思うところの法相ができている状態の体の、状態の、ね、説明ですね。はい、で、まあ、このような形でですね、人の体っていうのは、力は抜けてるけど、強い、まあ、なんかこう一塊になったかのような状態を作り出すことができるんですね。その法相の状態を作ることができるんです。ここをねがちょっとこう、うん、ある意味奥義なのかもしれない、うん、この法相が分かって理解して少しずつ自分の体で実現できるようになってくると、次に行く第三の力っていうのは法相と非常に関連性が高いんですけども、本当に体を全体をつなげてですね、自由にこう指腕を動かすようにだんだんなってくると思います。はい、一つねこの法相を覚えておいてください。でこれ叩きすぎて突き指とかしないでください、ね、あくまでもこう少しずつこう練習していかれたらいいんじゃないでしょうかね。はい、でこれ法相ね、今これ指、まあ、ギターのお話なんで指先でお話ししましたけど、これ他の場所でもあると思ってくださいね。本当に猫背が気になる方は、例えばじゃあ足はどうなんだとか、ね、いろんなまた頭はどうなのか、肩はどうなのかとか、まあね、体幹はどうなのかとか、いろいろこう気にしてみられるといいと思います。力は抜けてるけどこうつながって強いっていう状態ができるわけですね。まあ、少なくともギターは今のこれでギターに関する方針はこれでもう説明ができたかと思います。これができれば、ね、逆にこういうふうにこう指曲げてもね強いですよ。ほら音わかります？カンカン言ってますね。これ逆に力で突っ張って耐えようと思うと音が変わるんですよ。方針にしますね。音程下がったのわかりますかね。これギターの左手のテクニックのお話ですけども、こうやって指先が力まないことでまあね、指の一部も指もね、指先も楽器の一部だとすれば音程そのものが変わっちゃうぐらい楽器に対しても影響がありますので、方針はねもうこれからもギター業界も無視できませんよ、ね、ぜひねちょっと気にしてみてください。この少しずつ練習してもらったらいいかなと思います。ではですね、まあ、その3番目の最後の力のお話をしたいと思うんですけど、これもねちょっとここにこう出させてもらいますけども、経力ということですね、これも中国憲法の、から私が学んだ言葉になります。はい、でこの経力ってね、私もその本読むまで知らなかったわけですし、多分YouTube 見られてる、ね、ギターファンの方のほとんどの方々が、この経力って初めて聞いた言葉じゃないかなと思うんですけども、簡単に言いますとですね、先ほど握力っていうのはこのね体と、ギターの接点での指先に近いところが動いて、その、ね、力んで、っていう力が握力というお話を説明しました。で経力っていうのは全く逆の発想なんですね。この力が、ね、発揮されるこの指先からできるだけ遠いところをね、体の遠いところを動かして、その体の動きのエネルギーをその指先、まあ、この場合指先になるわけですけども、指先に導いてやろうっていうのが経力という発想なんですね。はい、まあ、経力という力なんです。はい、でじゃあその体から遠いところって何なんだってお話になってくるわけですけども、ちょっとねここはその逆に握力からだんだん遠い力を使うっていうのはどういうことかって、ちょっとビデオでうまく映るといいんですけど、ちょっとねデモンストレーションしたいと思いますね。ではまずこの左手のこの指ですけども、軽く今弦に触れました。はい、ですか。で握力で、押さえようとしましょう。指先そのものが動いてるの分かりますか。指先ね、力込めて押さえてます。で、少しずつねこの何て言うんでしょうね、言葉として指が動かされる状態を作る
ね、もちろん指が動けば弦を押さえるということになるわけなんですけども、指が動かされる状態を作る、まあ、っていうことは、まあそのね、だんだん指先から遠いところが逆に動いていくことで指先が動かされるというふうな、状態になっていくわけですけども、次に、まあ指先から遠いところで、ね、まあ、意識しやすいところってのはこう手首でありますね。これは大きな関節ですね。例えば手首を使って押さえるとしましょうか、ね、指先は放松を行ってますよ、ね、力は抜けてますけど硬い状態を作ってます。はい、こう分かりますかね。これ意図的にちょっと今少し曲げてますけども、ね、ちょっとうさんくさいかもしれませんけど、手首を曲げてます。これだってね、ある意味こう軽力ですよね。指先から遠いところに移りました。はい、まあ体の他のところもね、ちょっと背中とか力んでるかもしれませんけども、はい。で、どんどん離れていきましょう。肘いきましょうかね、こんな感じですから、手首も放松をするようになりました。ね、肘です。はい、ですか。で、次、例えばこう肩関節そのものを動かしましょうかね、こんな感じですね。腕そのものをこう背中側に引くような感じですね。これだともちろん押さえてますよね。これは握力使ってませんね。放松で硬くして、ね、肩腕そのものがこう背中に行くぞ、背中側に引っ張れるぞという力を指先に伝えてるわけですね。軽力を伝えてます。はい、でそうなっていくと、まあ、何でもできるんじゃないかって話で、例えば本当に体そのものをねじってもこうね、いいですよね。体幹そのものを回転させる。あとはそのまた先に行きますとどうでしょうね。あれですね、分かりやすいところでいくと股関節ということになりますか。股関節そのものがこう動いてもいいかもしれない、ね、左右にちょっと足をこうねじる感じですけどね、これだって押されますね。こう相当指先が遠いですね。はい、いや、で次どうでしょう、膝使えるのかな、ちょっと分かんない、ね、あとはかかとだとか、そうするともう最後はあの足の裏まで感じる取るようになりますね。ね、足の裏のね、足の裏がこう床と接点があります。まあ、もちろん左足だったらば、足台と接点があるわけですけど、そこを気にしながらどういうふうに体を動かして、指先にねその経力を伝えていくかなんてことをイメージだんだんできるようになっていくんですね。はい、そうするとどうですか皆さん、あの一番最初握力って話した時、ここだけの世界でしたけども、ね、この指先っていうところからもう本当に一番体のね、対角線上で遠い右足の裏まで感じてどう使うかっていうふうになってくるわけですよ。これがね、ある意味その猫背からの、ね、脱出方法だと思ってください。はい、体ね、いろんな場所を動かせるんですよ、使えるんですよ、ね、ですのでギターを弾くときに指先動かすことばっかり考えないで、ね、できるだけ遠いところの力をこう伝えていって、ね、弦を押さえていく、ね、コードを押さえていくってことをちょっとずつね、実践をしていってもらえたらいいかなと思います。はい、ではですね、ちょっとまとめになりますけども、3つの力を復習しましょうか、ね、まず第一に、出ますね、はい、第一に、握力、はい、第二に、重力、3番目に、軽力ということですね。はい、で重力と、軽力を使うためには、放松、ね、これでしたね。力は抜けてるけど、ね、関節というんですかね、骨と骨がちゃんとつながっていて、一塊で強い状態を作れてるということが、必要になるというお話でした。はい、で、まあ、本当にまとめのまとめになりますね。じゃあ、その3つの力をどんなふうに使えばいいのか、ね、ここまでお話しします。はい、これはあくまでも私の感覚ですけども、楽に綺麗に抑えられてるなといった時ですね、おそらく軽力が 5,6 割、重力が 2,3 割で、本当に握力ができれば1割とか、もうあっても2割ぐらいで抑えたいなっていう感じです。はい、で、あと一つタイミングもありましてね、まず一番最初に、考えたいのは軽力です。っていうのは全身を考えるからですね。はい、で次に重力で、最後に握力と。ですので、この順番で考えていってもらうことによって、もうね、軽力でかなりの力がぐっと指先にまで届きますから、で次に重力を入れて、
でもう握力なんてもうね、そうなるとあんまり入れる必要なくなっちゃうんですよね。はい、ですので、まあ、これもねその、猫背を加速させるかギターが上手くなるか の本当にこうターニングポイントなんですね。だからまず全身を考える、ね、つながりを考える、経力を考える。で次に、ね、肩のリラックスを考えて、その重力をですねを指先に伝えていく。で握力が一番最後です、ね。ということで、まあ押さえがうまくいかないのは握力のせいだということで、一番力を入れちゃいけないところを力を入れてしまうというところからですね、早いところをもう、ね、抜け出てもらう、これがもう本当にギターの成長を、ね、上達の本当に、一番大切な本当に肝じゃないかなと思います。はい、で本当に長年ね、ギターという、まあ、素晴らしい楽器を趣味で、続けていただきたいわけですけども、ギターを弾くことによってね、腰を痛めたりですとか、本当に猫背がこう加速とかってことがないようにね、本当にいいギター弾き、本当にね、いい、良いギターの弾き方というのは、もう健康に良くて、姿勢がどんどん良くなるものだというふうにね、ぜひ思っていただいて、日々の練習を楽しんでいただければと思います。今日はまあね、そんな一助になれば、いいかなと思います。本当に幸いです。はい、長らく本日はね、ご視聴ありがとうございました。またぜひ、お会いしましょう。ありがとうございました。